はい、どうもカズです。今日の動画はですね、童貞でもダンスすればナンパ余裕説の後編になります。果たして成功するんでしょうか？それでは、いってらっしゃい。ジャニーズ K-POP で。K-POP ということで、はい、ちなみに BTS は聞きますかね？わかんないです。わかんないです。でも K-POP は TWICE しか好きじゃない。 TWICE TWICE か。じゃあお姉さん、ジャニーズが好きということで、はい。あ、じゃあキング&プリンスってご存知ですかね？知ってます。おお、やがてシンデレラギャル。その歌は有名なんだ。好きだって、好きだって、好きだって君を守り続ける。たまがみやサンシャイン、サンシャイン。はい、ということで、ちょっと踊ったんですけど、まあ、お姉さんのタイプなので、LINE だけ交換してもらえませんかね。お姉さんの場合は BTS ご存知ですかって知ってたら、その BTS の踊ろうと思ったんですけど、まさかのちょっと知らない方来ちゃったんで、ちょっと、はい。あ、いいですか、うなずいてるということは。あ、キンプリもそば好きじゃないので。でしたら嵐どうですか？嵐は有名じゃないですか。話も。強くね。癖強いですよ、彼。これだけお願いします。あ、ポーズ、あんのね、すいません。すいません。せーの、トリプルで。ありがとうございます。来ました。新宿の美女限定で聞いております。質問内容なんですけども、ジャニーズと K-POP だったらどっちが好きでしょうか？ジャニーズですか？うん。キンプリは好きですかね？わからないです。あ、じゃあ嵐どうですかね？嵐だ。あ、はい。キャークネオサキの愛って信じますかね？愛信じます。あ、電話来てる。ちょっと電話中です。すいません。これだけ。ポーズあるんで、すいません。せーの、アブルエ。来ていただきました。新宿の美女限定で聞いております。おお、やった。ちょっと単純な質問なんですけど、はい、ジャニーズか K-POP どちらが好きでしょうか？ジャニーズです。お姉さんは K-POP です。 K-POP、はい、ちなみに BTS はお好きでしょうか？あ、詳しくないです。あ、 BTS さんはかっこいいと思う、うん、知ってますか？歌とか知ってます。お、じゃあお、はい、ルル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 ルいや、これか、あ、プライベートでいいです。これは、はい。インタビュー終わってしまったので。どうは、はい、プライベートはね、プライベートはまだ。あれ、今度多分ゴンちゃん怒ってくれると思うんで。はい。あ、ゴンちゃん。よろしければちょっと、はい。どうでしょう。大丈夫です。まだそういう新手は慣れてない。大丈夫な。新手は慣れてない。結構ですの方の大丈夫。ああ、そっちか。はい、あ、ちょっと間違えましたよ。はい、はい。どうですか。インスタ友達からどうですか。はい。僕インスタとかならまだも連絡とかも、もうその気分が乗った時でいいので。上、はい、来るね。すごい。週8自撮りを載せるので。すごい来る。週8。週8。すごい移動してくる。だけど週8。はい。移動がすごい。はい、あの画角考えてるあれなんです。はい、そこは。はい。でも気分が乗ったらでいいので。はい、そうですね。飲みたいな。気分が乗ったら。インスタ。うん、インスタで今日は新手の詐欺ということで。詐欺ではないですよ。騙してはないですよ、全く。新手じゃあ、出した、はい、あのチャンネル教えてください。ああ、そうです。チャンネルは何？じゃ教えたら、ちょっと交換してもらいます。どうぞ。いや、あの今日はチャンネルだけで。そう、チャンネル登録をしの、また検索して、はい、検索して。最後、ポーズだけお願いします。はい、これ、はい、ポーズあるんで、はい、これでよく。せーの、はい、はい、トリプル A。
美女限定で聞いておりますと、ジャニーズと K-POP どちらがいいでしょうか。 どちらが好きでしょうか。え、個人的にです。個人的にで K-POP が好き。 K-POP、 はい。お姉さんは、お姉さんはどっちもあんま見ないんでちょっとわかんないです。なるほど。ちなみに K-POP、 BTS は好きですか。 BTS 知ってますか。知ってますですけど、あんまりなんかチョンレヨンアスマレセマラマ、チョンレヨンアスマレセマラマ、マセセマセセマママセセ。どうですか。はい、どうですか。知ってます BTS オンっていう歌。はい、今なんか伝わりました今。まあなんとなく、はい、はい、僕はあの今お姉さんのことタイプなんですよ。あの今度家電ビッグカメラで家電デートしたいんで LINE だけ交換してもらえませんかね。お願いします。お願いします。踊ったんで勝手に踊ったんです。勝手に踊ったんですけど勝手に踊っちゃった。はい、いやごめんなさい失礼しましたね。皆さんじゃあ K-POP の楽しさを伝えるんで LINE だけ交換できませんかね。いや大丈夫です、ごめんなさい。あ、大丈夫ですか。いいってことですか。はい、はい、大丈夫です。あ、いや、難しいですね。難しいです。ああ、どちらか。2回失恋してしまいました。失恋してしまったんですけどもね、その、どの辺がダメでしたかね。正直ね、はい、もう鋼のメンタルなんで、何言っても大丈夫。え、はい、ダンス。ダンスが下手だった。じゃあもう一回、じゃあもう一回言います。はい。チョンレオンアスマゼセマママチョンレオンあすまーせんせんまんまーせんまーせんせんまーせんせんまーはい、ということではい、ということでまた失礼しましたね。ということであの、LINE だけ交換してもらえませんかね。いや、ごめんなさい。あれ、まあ、ダンスやっぱ下手でした。いや、ダメです。あ、ダンスがダメだった。ダンスがダメだった。ちょっと修行しちゃいますか。修行してくるのでインスタだけ今日はどうですか、交換。いや、ごめんなさい出直してきたらちょっと LINE 交換するんで、今日はちょっとインスタだけ。いや、ちょっとインスタごめんなさい。ミクシーだけ。いや、やってないじゃあ最後ポーズだけお願いします。あ、すいません、申し訳ないです。申し訳ないです。片手でもいいです。片手でも全然。はい、すいません。せーの、トリプル A というわけで来ていただきました。新宿の美女限定で質問しております。そう、ジャニーズか K-POP だったらどちらが好きでしょうか。ああ、K-POP。 K-POP ですか。はい、ちなみに BTS って好きですか。ご存知ですか。あ、知ってはいます。ちょっと分からない。カさん、分からないらしいですと。顔だけ知ってるんですよ。顔だけ曲は知らない。曲は知らない。あ、音声曲知らないですよ。知らない。あー、ちょっと見てほしいですね。ごめんなさい、見てくださいで、まあ、インタビューはとりあえずここで終わりなんですけども、はい、お姉さんのことはあのすごいタイプで、今度ビッグカメラであの、はい、家電デートしたいので、はい、LINE だけ交換してもらえませんかね。あ、ごめんなさい。じゃあ今度、はい、ゴンチャおごるので、自分が、はい、ゴンチャデートお願いします。必ずおごるので。あ、ここまで来るんで1万3000円かかるんですよ。え、なんすか。京都出身なんで。京都、はい、あ、いや、行きますよ、京都。あ、全然行きますよ、はい、でも大阪行ってたんで、昔。いや、大阪住んでたんで。お前ですか。本当です。僕奈良住んでてました。え、本当に。本当です。はい、で、そこでこっちに来て、はい、一緒の大学で、はい、その友人になってって形なんです。そうですね。え、じゃあまた帰られるんですか、京都に。あ、そうです、今から。今から。はい、え、マジですか。いつ東京行きます。もう来ない。あ、でも京都行きますよ、僕。京都よく行きますよ。そ、何しに来るんですか。あの、あ、観光で。観光。鹿せんべい好きなんで。奈良やん。まあ、奈良やないか。こういう突っ込みもあるんで。奈良やないか。今度京都行った時案内してほしいんですと、連絡先だけでも、はい、その時なんか怒るので、はい、案内していただくだけでもその、はい、なんか怒るので。鹿せんべい怒りますので。あ、鹿せんべい怒ってもらえるんやったら。はい。まあ、え、LINE いいですか。え、ほんまですか。ありがとうございます。いや、本当に、はい、本当に。ほんまのやつ。きますよ。ほんまです。ほんまのやつですか。ほんまです。本当にその案内してもらって、はい、全然もうこっちも案内してもらうんでちゃんと。お金もそのありがとうございますってことですね。お金っていうかもおごります。まあ謝礼として。そうです。変な変なやつじゃないです。違います違います。ほうほうほう。どうですかね、企画としてですか。はい、企画もそうですけど、プライベートでもちょっとプライベートでもあの仲良くしたいなと思って、はい、どうですかお姉さん。
東京最後にこれで最後の思い出としてどうですか、どうですかね、自分たちが東京の魅力、その最新情報を伝えるので最新情報、はい、ニュースなんで自分たちが、はい、ニュース、手越君が抜けても頑張ってるんで、はいはい、全然信用ならない。ブロックしてもいいので、まあ、怪しかったらもうブロックしていいので、はい、あれ変なことはしない、いいですか、ありがとうございます、いや、はい、いいですか、いや、あ、いや、インスタ友はちょっとですか、私インスタほんまにやってないんですよ、じゃあ自分がインドですか、あ、じゃあ彼、もう変なこと全くしない、本当に彼どうですか、案内してもらうだけでいいので、あの、いいですか、絶対本当に後悔させません、あの、映したらあれなんですけど、今、はい、ちょっと芸能系の、はい、があるので、はい、なんかあ、そういうことしてたんですか、はい、プライベート、なんかそういう交換とかはあ、できない、あー、なるほど、はい、なんていう名前ですか、それはちょっと、それはないです、今あれですか、あの、研修中というかあれですか、いや、まあ今これから出ていく感じです、あ、まあ、うん、先行ってことですか、じゃあ、まあ、こっちで先行っていう、まあ、まあまあまあいろいろって感じです、ちょっと今のうちと握手だけいいですか、ちょっと、いや全然もうそんな有名になる前に、お姉さん有名になりましたね、全然出てましたもん、はい、そんなおこがましい、今のうちに、あ、じゃあこっちが握手してもらうってことで、あ、本当ですか、 YouTuber さん、 あ、 ありがとうございます、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 ということで、はい、行きましょうか、さよなら、最後これだけお願いします、最後ポーズ、すみません、最後だけお願いします、ポーズ、はい、せーの、ダブル A というわけで来ていただきました、新宿の美女限定に聞いております、質問内容なんですけども、ジャニーズと K-POP どちらが好きでしょうか、 K-POP、 お、K-POP、 ちなみに BTS はご存知ですか、ご存知ですかね、お、クさん知ってます、知ってます、はい、知ってますか、しょーん、チョンレオアズマデセマナナ、チョンレオアズマデセママネ、どうですかお姉さん、これをしたかったんですよ、これをしたかったんですよ、ケーポップ探してたんです、はい、すごい、ありがとうございます、僕もお姉さんのことすごいお綺麗だなと思ってて、今度一緒に彼とダンス教室行きませんか、一緒にダンスを教えますので、ラインだけ交換してもらえませんかね。何ですかね。そしたら今度あのビックカメラ一緒に行きたいんで、家電デートしたいんで。インスタだけ、インスタやってますよね。インスタやってないです。やってましたよ。やってないんですよ。インスタグラムだけ交換できませんかね。できないですか、すいません、失礼してしまったんですけど、この辺がダメでしたでしょうか、はい、しつこくしつこいですか、しつこいとかはダメない、あー、分かりました、では、すみません、最後ポーズあるんでお願いします、何これ、ポーズあるんで、すみません、せーの、ダブル A、 ありがとうございます、はい、というわけでやってきました、まあ、女性の反応はいいんですけど、バンゲは一人もできませんでしたね、はい、で、そうですね、だからあんまりその普通のナンパには向かないですね、ダンスナンパ、はい、というわけでこの動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンとバッドボタンと批判コメントよろしくお願いいたします、では